皆さんこんにちは、翔です。よろしくお願いいたします。ということで、7月20日、木曜日のモンストニュース、まとめてお話をしていこうかなと思います。はい、ということでですね、鬼滅の刃コラボ第3弾真っ只中でございますが、コラボが始まってからね、一発目のニュースということで、まあ最近はね、当たり前のようにやってきました追加情報でございますと。まあ今回の場合はね、あらかじめ追加がありますよと言われていましたので、それを身構えていたところ、超究極予想通り追加されました。追加されたのはこちら、ドン、増白点。まあそうだね、まあこいつがね、上限の4、まあ、上限の4の、まあ本体ではないんですけれども、まあ分身が、合体する形でね、出てくる、原作で出てくるような敵になっているんですよね。まあそれゆえにですね、まああるキャラのね、分岐キャラになるんじゃないかと、手前で俺は予想してたんですけれども、今回そういうこともなく、普通に光属性の超究極、こいつ単体で、降臨するようですと。はい、まあどういうシステムになっているかというと、こちら、はい、上限の C、ハンティングの分身、増白点の超究極クエストが登場と。はい、でラックプラス99のラックボーナスがついて、周回系の、ものになりますので、難易度でいうとそこまで高くないものになるのかなというふうに、予想をしております。なんでまあ普通に降臨してね、で降臨したら周回してっていうのをやっていくようなクエストだと思いますので、まあ、そこまで気張らずにいていいんじゃないかなと思いますね。はい、ただまあ始めたばっかだったりね、出戻りの方だったりに関しては、まあ、ある程度の難易度は確保しておいた方がいいとは思うんですけれども、まあ、はちゃめちゃな難しさとはならないと思うので、その辺は大丈夫だと思いますね。はい、じゃあ何強いかっていうのはまあ他の動画で話すんですけれども、今回ですね、刀がまあこのクエストにも多分使えると思いますので、まあ、基本的に全キャラがね、あの火力 1.2 倍出せる状況になっていると思うんですよね。なので、まあ、この超究極までに頑張っとくのは、適正の厳選、適正になりそうなやつの厳選っていうのも大事なんだけど、どちらかというと鋼塚さんのラックを高めて、刀のレベルを上げて、バッケツ島までね、持っていっといてね、上げるっていうのがすごい重要になってくると思うので、まあ、より1の訓練を、4回は絶対クリアしときて、まあ、他のミッションっていうところでも鋼塚さんのラックっていうのを上げといてあげるのがいいと思いますね。なんでまだの方はこれ降臨するのは明日なので、明日までにできる限り上げとくのがいいと思います。はい、まあなんでここまで刀を押すかっていうとですね、刀に新しい効果が、さらに追加されるみたいなんですね。こちら、はい、技物、日輪刀、バッケツ刀みたいな感じで刀のね、まあ、倍率とともに効果が発動するってものだったんですけれども、それにプラスアルファ効果がつきますと。はい、バッケツ刀まで行くと、なんと今言った超究極増白点のクエストでスピードクリア報酬が必ず金の卵になります。まあ要は増白点が落ちます。加えて超究極クエスト、この増白点のクエストの金卵排出率が 1.5 倍、これね、恐ろしいです。ちなみに 1.5 倍ってなってくると、まあ、1時間、1時間半、2時間とか周回していくと、全部の報酬が金卵になるっていうことがあってもおかしくないぐらい、金卵の確率 1.5 倍っていうのは強い、あれなんですね、効果なんですね。なので、これ本当に 1.5 倍してるかどうかってところで、めちゃくちゃ周回数変わってくると思うんですよ。やらなきゃいけないところね。なんで、周回をより早く、まあ特に適正ない人とかはね、一回勝てたって時にいっぱい落としたいって人が多いと思うので、まあこれ挑戦するまでに、できる限りこのバッケツ島まで進んでおきたいなというふうに感じましたね。はい。これ甘く見ない方がいいですね。めちゃくちゃやばいんで。はい。倍率自体も上がりますし、プラスの効果もあるんで、今回刀バフの準備はマジでちゃんとした方がいいですよと。いうところですね。はい、じゃあこの増白点のクエストに付随してですね、他にももう一個ございますと、ハンティング操作任務に新しい任務が追加されますと。今多分地図完成させたりとかやってると思うんですけれども、あそこにミッションがもう一個増えますね。この増白点用のミッションが増えますと。この増白点のクエストを光属性のキャラのみでクリアすると、コネクトの書、素晴らしいですね。まあ、直近ちょっとコネクトの書を使いたいキャラっていうのがめちゃくちゃ出ましたんで、ルシファー、アルファシリーズ、それこそね、今回重心化しました、重心化回避しました煉獄だったりとかね、めちゃくちゃ使いたいのいっぱいいると思いますんで、このコネクトの書は逃したくないね。やっぱこれ一回逃しちゃうとね、どうしてもやっぱ入手先がね、確定してるのが天魔とかになっちゃうので、なるべくこういうところで取れるようなものは絶対に取っておいた方がいいと思いますね。はい、そして戦型がパワーのキャラのみで、クリアするとワクワクミン EL と称号をつないだ絆が、手に入りますよというところですね。まあ、ワクワクミン EL もね、現状進展とかの発表も門取りでございませんでしたので、基本的には天まで入手するものになりますから、まあ、こんな簡単なミッション、まあ、簡単って言っても人によるかもしれないですけど、少なくとも天魔よりは簡単だと思うから、天魔とかで取るよりは、まあ、こっちで取った方が、いいと思うんでね、これも逃さないようにした方がいいと思いますね。はい、さらにですよ、この増白点、素晴らしいミッションございますと、ミッションではないんですけれども、こちら、ハンティングの創作任務、
はい、地図が完成した後の話ですね。今あるミッションっていうのを一つクリアするごとに地図が埋まってって24マス埋めると、地図が完成して全部で、9箇所か8箇所ある創作の虫眼鏡マークみたいなのが出てくるんだよね。で1日1回その虫眼鏡を押して、反転号を見つけることができたら報酬がもらえるみたいな今やつがあるんだと思うんだけど、あるんだと思うっていうかもう僕終わってるんですけど、あるんですけど、これが、まあ、1日1回しかその虫眼鏡を押せないと。地図を完成させてその後に8分の1を引かなきゃいけない。当たんなかったら次の日1個潰れてるから7分の1、6分の1、5分の1どれかが当たりみたいなのをやっていくんだけど、これ1日1回しかできないから、あのコープラボが残り3日間の時とかにやっと地図が完成したって人に関してはその3日のうちに8分の1、7分の1、6分の1を引かなきゃいけないんですよね。はい、なので、結構積んじゃう人が出てくると。はい、まあ、過去のコラボでもこういう日数制限のものあったりしたんですけれども、やっぱどうしても間に合わなかったって人が出ちゃったんだけど、今回なんとこの増白点のクエストを1回クリアするごとにこの創作回数が1回増加するよと。これはやばいっすね。うん、これはマジで大きいと思いますね。なんでもうほんと積んじゃってもうね、あの反転が見つけられなかったわって人とかもいなくなると思いますね。これで回数を自分で増やすことができるんでね、まあ簡単に見つけれるようになるんじゃないかなというふうに思います。なので、その地図が完成してないよって人に関してはなるべく早く完成して、ここで回数増やして一気に報酬取っちゃうのがいいと思いますね。はい、ってな感じでコラボ情報は以上でございました。ただ油断しないでください、これ明らかにおかしいです。はい、いつもですねこのタイミングで超級曲が発表されます。まずそもそも今月いっぱい鬼滅の刃やってるじゃないですか。残り日数約11日、そして来月の2日に終わるんで、まあ、大体12日から13日約2週間の期間があるんですね。その期間がある時って、まあ、大体難しい超級曲がポンポン来てるか、周回があったとしてもこんな 1.5 倍の効果とかつけてくれないんですよ。うん、なんでかっていうと2週間あるからね、それはもう終わるでしょっていう意味で来るんだけど、今回さ2週間ぐらい期間があるのにさ 1.5 倍ドロップだったり、このね創作回数増やして今あるコンテンツを早めに終われるようにできたりとかが来てるんですよね。多分ねこれ27日の方にも何かしらの発表があると思いますね。まあコインとかかもしれないし、まあ前回みたいに遊郭潜入ミッションみたいな新しいミッションが来るかもしれないし、それこそやばいめちゃくちゃ難しい超級曲っていうのがねポーンと来るかもしれませんし、うん、あのね書斎にいるね子供だったかな姿がね、あの無惨子供無惨みたいなのが降臨するかもしれませんし、普通に無惨が降臨するかもしれませんしっていうので、めちゃくちゃ可能性は高いです。はい、それだけじゃなくてですね、今回報酬にまだストライカーカードが来ないんですよね。はい、なんでそれも相まってですね27日まあほぼほぼ間違いなく何かしらは来るんじゃないかなと思ってますね。うん、27日のニュースで、発表されても今月末の31日、そして来月終わる8月2日までは期間があるので、残り5日間とかの限定の何かが来ると思います。はい、なんでそちらのためになるべく、今日まで発表されたやつっていうのを終わらせといてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、であとまあ超絶とかが土曜日にずらされてるとかもちょっと怪しかったんですよね。普段金曜日とかにポーン消化されるんですけど、うん、なんで超絶がね、まあ、先言っちゃう土曜日に来るんですけど、それが普段金曜日なので土曜日にずらされてるんで、多分27発表の28に何かが降臨するから金曜日に入れられなかったんじゃないかなっていう説もある、うん、からまあちょっと貼っといた方がいいのは間違いないです。はい、これでコラボ情報は終了と。はい、じゃあ次人気投票ガチャ。はい、私先日ですね人気投票ガチャトップ20こいつらじゃないかという予想動画出させていただいたんですけれども、今日結果確定ではないんですけれども中間発表ございました。俺の結果と中間発表の結果こちらドン、こんな感じ。結論から言うとですね16点だったかな、16体トップ20に入ってるキャラっていうのは的中したって感じでした。的中しなかったのがジャック・ザ・リッパー、マナ、アルセーヌ、アリス、この4体が俺が予想した中で入ってなかったキャラですね。いやこれめっちゃ意外だったっすね。めっちゃ意外だった。でこれ一つだけ俺人気投票旅に行ってると思うんですけど、これ人気投票ガチャですからね。はい、やっぱね結構ね見かけちゃうんですよ今キャラパワーで言うと。アーサーとかもやっぱ最前線では活躍してないし、アリスも正直機械の冒険戦終わったらもう行くとこないレベルですよね。はい、でアルセーヌとかマナとか何年前のキャラですかと
いう話になってくるじゃないですか。なので、まあ、最新のキャラで固まっててほしいって人の気持ちもわかるんだけど、あくまで人気なキャラ、まあその好きなキャラに投票してねっていうシステムを運営が取っている以上、こういう形になっちゃうっていうのはもうしょうがないと思ってるんですよね。うん、なのでこの結果に対してはいるのかとか言うぐらいだったら俺は別にいいと思うんだけど、その投票した人に攻撃するっていうのはやっぱ毎回見るんよね。例えばアーサー好きだからアーサーに入れましたって人に対して、ふざけんじゃねえよ取り消せとかよ、取り消せよその言葉みたいな感じで言ってる人がやっぱいっぱいいるんですよね。それはね、間違ってると思う、間違ってると思うので、まあだから自分なりにできる努力をすることだよね。自分が入れたキャラを取り消して21位のファーストに入れて、20位に入れるように頑張ってみようだったりとか、まあそういうのを呼びかけてみるとかは全然いいと思うんだけど、なんかその入れた人にね、自分の好きなキャラ入れただけなのにって人に攻撃するのはやっぱ間違ってると思うから、そこだけ気をつけましょうね。はい、てなことで、私はアリスとファウストが入れ替わってほしい。本当に欲を言ってしまうんであれば、アルセーヌかマナも落ちてきてシュリンガーが入ってほしい。それが俺の欲の塊だけで話した時のトークですね。なんだけど、いやちょっとねこれね、俺意外トップ3言っていいですか。ここ入るっていう意外トップ3、3位マナ。いやマナ人気なの分かってたけど、ここまで高いって正直思ってなかったですね。25位とか30位とかにで収まるかなと思ったんだけど、いやアリスがね16位とかだったら分かる、アリスもずっと人気だしアギョだし、ま、分かるんですけど、マナはマジで意外でしたね本当に。そんなにキャラ人気が高いっていうイメージも大きくないんで俺の中でね、いやこれマジ意外だった3位ね。で次意外シリーズにファウスト、低すぎやろファウスト。いやこれファウストこんな低い、俺これマジで意外でしたね。ファウストはマジびっくりした。もう余裕で20入ってくると思ってたんだよ俺は。いやーこれマジびっくりしましたね。で1位アムリタ。いやアムリタ意味不明でしょこれ。いやアムリタガチで意味不明なんですけど俺の中では。まあキャラだよね、まあ可愛さだけで言うとむちゃくちゃ可愛いんであり得ると思うんですけど、いやそれだけで入りますかねアムリタ。マジびっくりしましたねアムリタはね。だジャック・ザ・リッパーも言えば意外でしたけどね、ジャックまだってなりましたね。正直ジャックも最近1ミリも使ってないんで、もうちょっと下がるかなって個人的に思ったんですけど、ジャックやっぱまだ入ってくるんだね。いやー意外だったね。でもジャックはキャラ人気だな、キャラ人気高えよなジャック。そうだな、そう言われてみればジャック・ザ・リッパーやっぱ人気だからな。いや惜しいね、いろいろもうちょっと考えたら入れられたなってキャラはいた。めっちゃ考えればアリスは入ったな。アリスは入ったわ、ちゃんと見直してめっちゃ考えれば。惜しいことしましたね。はい、ってな感じで人気投票ですね。まああくまで中間発表でございますので、この後どういう結果になるかは分かりません。前回もなんか多少下の方の順位っていうのは動いたりしてたんで、みんなの投票のし直しだったりとかね、まだ投票しない人の投票だったりとかが入って、また変わってきたりすると思いますので、結果楽しみに待ちましょうと。はい、じゃあ次アルファガチャ復刻、ドンと。まあ来るよね。まあノンナアルファ、サタンアルファ、テキーラアルファがね今回重心が回避しましたので、まあこのアルファの復刻はどっかであるかなと思っていたんですけれども、期間が分かれていますね。2020年、2021年のアルファガチャが25日から27、そして、2015とこれ何年だこれ、モンストサマーリゾートっていう年代を名乗らないガチャと、2015年と2019年ですね、この3つに関しては27日からスタートと。まあ本番になってくるのは27日から来るね、このノンアルたちの方だと思いますので、まあ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 引くとしたらまあこっち側なのかなというふうに思いますね。まあ後日このガチャが近くなったら、私引くべきかみたいな動画も出すと思いますのでね、そちらもぜひ見ていただければなと思います。はい、そして新長月大口の真神というワンワンが登場します。以上。そして重心化ドンベルサイユ、これもいいですね。先週に引き続き、またですね、セイラムに連れていける可能性のあるような性能になっております。まあもう一個超究極活躍の場所を言うとするなら、まあお父様かな。はい、鋼の錬金術師コラボの時に来ていた、超究極のお父様っていうクエストがあったんですけど、まあそこでかなりの強さを発揮するんじゃないかなと思いますね。あとはまあ貫通タイプですけど、先ほど言った通りセイラムですね、超究極サイの水にダメオ魔法陣があるんで、まあ貫通だけど、まあ多少ねパワーアップバフとかあったりするし、加速の誘発とかもできるんで、まあ結構強いんじゃないかなというところですね。まあ弱点を挙げるとしたら、お父様とセイラムがもう降臨してないっていうところですね。はい、まあ先週に引き続きね、ちょっともう終わっちゃったクエストでの活躍になってしまいますので、そこはどうかなと思うんですけど、はい、ちょっとだけ真面目に言うと、
妖精の攻撃型の爆発持ちなので、まあ、ルシファーのコネクト要因になりやすいかなと思うんですよね。ただね、ルシファーのコネクト要因を出すんじゃみんな満足できないんですよね。もうルシファーはコネクトを考えないで使いたいので、ベルサイユを出すならコネクトの章をくださいということですね。そして獣神化回来ました。ドン、犬塚しろ。はい、私、めちゃくちゃ好きなキャラでございますね。はい、まあ、チオ、ラファエル、ノンノ、アルファときて、まあ、時点、まあ、同じぐらいですね。シノのイラストがむちゃくちゃ好きで、獣神化のシノのイラスト俺めっちゃ好きなんですよ。あれくっそかっこよくて、ただ強いとは言ってないんですけど、めちゃくちゃ好きで昔から。でもう絶対弱って使わないのにシノが欲しいって当時言ってたぐらいシノのイラストが好きなんですね。で今回獣神化回しまして、イラストはねぶっちゃけじゃ今回めっちゃいいんですけど、今回もいいんだけど俺は獣神化の方が好きだった。獣神化のシノのイラストはねまあなかなか超えらんないよ。あのシノマジでかっこいいからね。はい、じゃあ獣神化回になったらどうなるかっていうとですね、まあ重力ブロックダメオンになりましたと。はい、耐性倍率落ち短縮と、まあ、キラー系もらえなかったんでね、正直ね殴り火力って部分はそこまで大きく変わらないような気はしますけれども、でね自強化系じゃなくてやっぱランダなんだよね。で反撃モードになる、超反撃でもないと。はい、でまあ肝心なのはこれメイン友情ですね。超絶破裂斬撃弾と、うん、変えろてもう破裂斬撃弾っていう友情が弱いの。すっごい弱いんよ。過去に許されたやつって何体かしかいなくて、過去にねこの破裂斬撃弾で許されたのはねゾロと煉獄とかですね。はい、この辺以外の破裂斬撃弾はもうカス友情として、もう世界に広がってしまっている友情なんですね。でその友情たち、今までザコイザコイと言われてきた友情が超強になったり超絶になったタイミングで返り咲くことがたまにあるんですよね。なんでこれは返り咲きに期待したい。超反撃にすると強すぎちゃうから反撃になったっていう線を信じたい。多分弱いっすけど、まあ俺さすがにね推しキャラの一体なんでね、使ってみる動画出すと出せるかな出せるかがちょっと心配なんですけどね、まあ多分使うとしたらまあお父様かな。はい、ということでね、また後日動画出すと思いますと。はい、ということでね、今回コラボの、追加発表っていうのも、しっかり発表されてですね、まあ期間限定の1日1回系のやつってやっぱどうしても間に合わない人がいたからね、ああいうところをね毎回コラボのたびにねちょっと楽にしてくれたりってするかな。あの感じすごいあれだよね、優しいっすよね、モンストね。結構その文句が来ちゃったところっていうのを、まあ、ちょっとしか来てないからいいやじゃなくて結構楽にしてくれたりっていうのを毎回やってくれるんで、まあ、今回特に新規とか多いからこういうのすげえ助かる人いいんじゃないかなというふうに感じましたね。はい、ということで、まあ、来週のニュースもこうなるとちょっと楽しみになってくるんでね、はい、来週までに今発表されたイベントを全て蹴散らしまして、来週のニュースを待とうと思います。本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。